皆さんこんにちは、ボンドチャンネルスッチーパフォーマンスです。今回はボンドボディからお届けしております。今回なんとまた新しい制作シリーズがスタートいたします。早速行きましょう。車はこちらでございます。やってきました、ランボルギーニアベンタドール S。 そしてですね、こちらの車なんと、まあもうチラチラ見えちゃってますけど、あっちのマンソリーを組み込んじゃいます。すごい、はい、それじゃあ順番にちょっとベースの車の紹介できると思いますか？できません。はい、というわけで一緒に見るっていう、また動画でお願いします。詳しい人いたら教えてください。 S、SV、SVJ で結構顔つき違うと思うんですけど、 S は S でかなりちょっとシュッとした前回りで、エアロでこうド派手になりそうな、そんな外観です。そしてまた今回このボディカラーすごいですね。このギラギラのブルー、ちょっと名前わかんないんでテロップで入れておきたいと思います。であとは多分アベンタドールオプションで言うと、外装のカーボンパーツなんかオプションだよね多分。そしてもう何回見てもかっこいい、このアベンタドール。もうドアって言ったらこれですよ。最高です。はい、そしてホイールもなんかこれ標準ですかね、間違えたらごめんなさい。結構アベンタでよく見るこの細かい品のこの辺も多分変わるんじゃないでしょうか。車高ももうもしかしたらちょっと下がってるかもしれない。まあエアロつけた後多分バッチリかっこよくなるんだと思います。だと今回後ろがかなりガラッとイメージが変わるみたいです。特に S だとこの辺ウィングとかもないんで、ちょっとこうシンプルなイメージですけど、この辺がド派手に変わっちゃうみたいです。で当然このリアディフューザーもめちゃめちゃかっこよくなっちゃいます。そして合ってるかどうかわかんないですけど、これがオプションですか、ガラスの。もうなんかありがたいことに入庫してる車の装着率が高すぎてわかりません。オプションじゃなかろうかと思われます。はい、いやーかっこいいな。そして内装も見ちゃいましょうか。内装がまた今回の車ちょっとおしゃれ、そしてシンプル、もう本当に黒と青で上品にまとまった感じ。いやーもう控えめに言って最高です。すべてオーナー様に許可を得てますんで、オーナー様ボンドチャンネルのヘビーユーザーでございます。はい、ちょっとマンソリー開封の儀を始めたいと思います。それでは高橋さん協力のもと開封の儀を始めたいと思います。開封なら任せ開封だけだったら、まあ、毎回恒例なんですけど、まあ、パーツが軽い。そしてこちらはフロントリップじゃないでしょうか。これすげーっすね。もう見た瞬間にアベンタドールのリップスポイラーですってわかる、すごい造形。わわわわわ、これすごいっすね。あ、一応この横はさすがに別ピースなんですね。はあ。全部ドライカーボン製です。これなんかもう音がもうなんか金属みたいですよね。めちゃくちゃ軽い。めちゃくちゃ軽いっすよね。やべえ。でこんだけピカピカなのにここからさらに下処理してですよね。あ、でもよく見ると確かにプツプツありますね。これはだからもう一回もクリアルってない樹脂のプツプツってことですよね。これはクリア。あ、吹いてあるんですかこれ。これをじゃあ研いでこのプツプツ全部消して、はい、つけるみたいです。これ交換も事件ですねでこっちがウィングみたいです。これ、あ、でもこれもめっちゃ軽い、すげえ超軽い。ちょっと本当にプラスチックでできてますみたいな。まあでもカーボンファイバーだからあながち間違いじゃないです、プラスチックって言うと。すごいですね。全部っすよね。今回ちょっと小物だったりとかでですね、マンソリーちょっとパーツ構成的には一応定番のもうごっそりこうバンパーまで交換してカーボンのお化けみたいになっちゃうキットもあるんですけど、見ていただいたら分かるようにアドオンのパーツを中心とした、まあ、言ってみればちょっとソフトキットみたいな、ちょっとアベンタドールのかっこよさをそのままちょっとこうブラッシュアップしたみたいな、そんなキットになるみたいです。ちょっと残りも開けてみたいと思います。
はい、それじゃあ改めまして全部開封してみたんでこんな感じです。まあ、基本的にフロントサイドリアとあと随所にカーボンパーツが追加される形みたいです。サイドスカートなんかもこのマンスリー定番のえぐい形で、いやーこれめちゃめちゃかっこよくなりそうですね。そしてリアのディフューザー、これはなんとびっくり、ごっそり交換でございます。そしてですねこれ、まあ、詳しい金額は伏せますけれども100万円です。あまり触らない方がいいかなこれは。はい、そして今回このカーボン面一番スタンダードな綾織のカーボンですね。これマンソリーの場合追加料金でいろんなカーボンの面にできます。フォージドカーボンだったりとか、あとこのカーボンの目もすごく大きいのにしたりとか、まあ、いろんなのできるんで、まあ、車のカスタマイズの方向性に合わせて、まあ、変えてみるなんていうのもいいかもしれません。はい、そしてあとプラスアルファのアドオンのパーツとしてはサイドスカートの上の部分と、あとボンネットと、あとこれがリアのウィンドウの横のところかな。はい、ちょっとこれ車で見てみましょう。でこれがボンネットのここのところの交換パーツみたいです。一応2ピースになってて、はい、だからイメージとしてはこんな感じで、これ当然今艶消しになってるんですけど、おそらくサイドスカートとかと合わせて艶ありにクリア塗装がされるんじゃないでしょうか。もうとにかく軽い、めちゃめちゃ軽いです。そしてこの造形成形見てください。これちゃんとこのヒンジなんかも全部カーボンで、いや素晴らしいです。細側ちゃんと入ってます。そしてこれがサイドのこの部分みたいです。こんな感じで、これは交換がめちゃめちゃ大変そうです。貼る形になるのかな、わかんないですけど多分組み込まれるんじゃないでしょうか。だから多分この辺ごっそり分解して多分接着する感じになるんだと思います。交換というよりかおそらく接着です。この辺もこの薄さなのにめちゃくちゃ硬い、びっくり強度です。そしてもう1点、これがここみたいです。これでもサイドスカート変えるんで、これかなりちょっと見た目の印象として効きそうですね。ちょっとサイドスカートがぐわっとこう大きく見えるというか、この辺やったらかなりかっこいいんじゃないでしょうか。僕はちょっとでもこの辺の飛び石が怖くて乗れません。はい、そもそもアベンタドールなんて乗れません。はい、というわけで今回はちょっとその外装フロントサイドリアとアドオンのパーツちょっとっていう感じの、まあ、パーツ構成なんですけど、マンソリー本当にアベンタドールいろんなパーツ出てます。外装も他にもエンジンフードとかも出てますし、あとは内装、ちょっとホームページの写真差し込みましょう。内装もいろんなパーツカーボンパーツ出てるんで、まあ、組み合わせ次第でもうすごくド派手なのから今回みたいにこうさらっとめちゃくちゃかっこいいのできそうな感じです。アベンタドールのマンソリーのパーツはぜひボンドグループにお任せください。そしてですね、今回ちょっとこちらの車両とは別のアベンタドールめちゃくちゃかっこいいのが入ってるんですけど、こちらも紹介していいってことなんでちょっと紹介したいと思います。これまたこのこっちの青もすごいですけど、こっちのボディカラーもまたすごい、もうちょっと色が分かりません。なんかティファニーブルーみたいな、ちょっと違うエメラルドグリーン。今回こちらの車はなんとアメリカのエアロパーツメーカー1016インダストリーズのこのフォージドカーボンのパーツを全部つけてるみたいです。またこれマンソリーと違って形状がえぐい、違う意味でものすごい造形してます。そしてこのフォージドカーボン独特なこのカーボン面、そして横もなんと全部交換、えらい造形になってます。これじゃあ今さっきこれ比べて気づいたけど、ここじゃあ埋めちゃってるんだね、ぐわーっと。そしてダクトに至っては増えてます。これ1016もすごいね。そしてさりげなく紹介してますけど、なんとロードスターっていう、はあ、っていうことはじゃあこれもオプション、ロードスター、うわーマジか。そしてすごいのが、まあ、フロントちょっと隠れちゃってたんで見えなかったですけど、見てくださいこのホイールチョイス、もうアメリカじゃん、完全にアメリカ人的発想。これ完全にこうマイアミかビバリーヒルズとかその辺走ってそうな、ちょっと日本人では思いつかないというか、これやばいですね。これ真っ白白のホイールをアベンタに入れるっていうその発想
これはもう並大抵のセンスじゃ乗りこなせません。そして後ろもまた 10X で、これすごー、全部全交換で。ちなみに 10XT も全部ドライカーボン製みたいです。そしてこのウィングですね、これ特注らしいです。世界に1点しかないって言ってました。通常の綾織のカーボンのしか設定がないらしいんですけど、今回この他のパーツに合わせてどうしてもこのフォージドカーボンで作りたいっていうお客様の熱意をちょっとメーカーに伝えたら、よしじゃあやってみようっていうことで、納期3ヶ月4ヶ月ぐらいなんかプラスでかかっちゃったみたいなんですけど、なんと世界に1点のフォージドカーボン 10-16 リアウィングが今回完成いたしました。これやべえやべえやつだこれ。はい、というわけでアベンタドールマンストリー製作シリーズ第1回は定番のレース車両とエアロパーツの紹介、さらに今回 10-16 のエアロがついたアベンタドール S ロードスターの紹介させていただきました。こちらの製作シリーズまた追って経過をお伝えしたいと思いますので、ボンドチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。